皆さんこんにちは。どうも、たけゆです。レミリアよ。フランだよ。あら、久しぶりじゃない？育成日記シリーズが終わったから、次はタウンホール級の動画と援軍なし紹介を並行で投稿していくよ。早速編成を紹介していくわね。本日紹介する編成はこちら。クエヒーホグかしら？その通り、クエヒーホグ編成を紹介していきます。クエヒーとババキンで相手の援軍処理とヒーロー処理をして、その後ホグを回す感じだよ。では攻めていくわね。さあまずはこちら。さっきも言った通り、ヒーロー処理が肝心だから、ヒーローが処理しやすい位置にある配置に刺さりやすいわよ。今回はこことここにヒーローがいるわね。どういうプランで攻めるの？こっちからババキンを入れて相手のババキン処理、クエヒーはこっち側から始めるよ。これで両ヒーローカットできるわね。ホグは、巨大爆弾が出てきたり、範囲攻撃施設によってまとめてやられそうな時に、ヒールを使って延命するよ。まずは、ババキンを出して水でサイドカットね。相手のババキンに当たるように狙っていこう。おっと、ウォールブレイカーと迫撃砲のタイミングが被ってしまった。ちゃんと見なさいよ。あ、これそれてしまう。序盤からプラン崩壊しているじゃないの。どうするのよ。ヒーロー処理しないホグなんてタコを入れないタコ焼きと一緒よ。ふふふ、落ち着きたまえ。ミスりながら堂々としてんじゃないわよ。僕レベルになると、こんなミスはカツオ節のかかっていないたこ焼きレベルだよ。ちょっと何言ってるかわからないわ。少しプランを変更して、やや左からクエヒーをスタートするよ。ベビドラでサイドカットだね。どうするつもりなの？少しリスクはあるけれど、クエヒーで両ヒーローを狙っていくよ。そんなことできるの？できるできないじゃなくて、やるんだよ。出ました。こう言って何度も失敗してきた男。やめなさい。さて、ここでそらすことはできないね。入念にサイドカットするのよ。まずボールブレイカーでの壁開け。うまくいったね。クエヒーは慌てないことが大事だね。火力が高くなっているわ。 HP が減ってきたらレイジをかけて回復。ちゃんと中に入りそうね。これがたこ焼きのプロだよ。さっきからどうしてたこ焼きの話してるのよ。たこ焼きって言い出したのはフランが最初だからね。そんな関係ない話しないでプレイに集中しなさい。クロスボウを壊したあたりでババキンと当たるんじゃないかしら。この次だね。ババキンのレベルは低いし、周りの火力も薄いからレイジは必要なさそうだね。この後、クランの城、迫撃砲、そしてアチャクイに当たるのが見えたわ。さすが、たこ焼きのプロね。本来は1分30秒あたりを目安にしてホグを始めたいけれど、ヒーロー処理は待った方が無難だね。アチャクイと当たるところでレイジね。よし、リカバリーは完璧。早くホグを始めていきましょ。そうだね。ちゃんと広く見ながら。時計回りに回していくわ。巨大爆弾はどこに出てくるかわからないから注意するのよ。さらっと後ろに水を出して回収に回したよ。ホグ、いい感じなんじゃない？ここでヒールを落としておこう。アチャクイがボムタワーを叩いているわ。ボムタワーはホグにとって大敵だから嬉しいね。さあそして、クロスボウや迫撃砲のタゲがクエヒーに向いてるから、その隙に壊していこう。最後のヒールね。ポイズンが余ってるから、スケルトンにかけておいたよ。あら、最後の区画に2連で巨大爆弾があったみたいね。ヒールがかかっているし問題ないね。あとは時間との勝負よ。もっと早く回収ガゴ散らしておきなさいよね。ただ、残ったホグもかなりの量。いけるんじゃないか？アチャクイのクロークもあったわね。よし、これはいけたでしょ。さあどうかしら？あれ？もしかして。アーカドライフが残ってた。僕は何も見ていない。僕は何も見ていない。ま、タケユーだしいつものことね。そんな失礼な。でも本当のことでしょ？それは否定できない。ああ、気を取り直して2回目攻めていこうか。うまくなりたくて視聴してくださっている方もいるのよ。前回を届けなさいよね。次はどういうプランなの？まず、ヒーローはこことここだね。同じように、両ヒーローをこちらもヒーローで処理するよ。あとはバーッとやってベーッとやってパッパッパッと終わらすだけだね。とてつもなく不安なんですけど。なんとかなるよ。さて、クエヒーから始めよう。今回積み忘れているけど、1、2体のバルーンを持ってきてクエヒーの前に出せば、ホーミング対空地雷のトラップ確認ができるよ。特に対戦では初見殺しに合わないように持ってくるべきだわ。どうして今回は持ってこなかったの？忘れてたんだって。まったくもう。まあ、なんとかなるさ。もう知らないわ。さて、クエヒーはベビドラでサイドカットして穴開けをしたから、問題なく入ってくれるね。他にそれないように、穴開けはこれ以上やめておくわ。
それがいいね。念のため水で削っておくよ。そろそろ相手の圧着衣と合うわね。火力が高くなるからレイジを落とすよ。おっと、ヒーラーにかからなかった。相手の圧着衣のレベルが低いから助かったわよ。レイジがかかっててしばらく安全そうなので、反対からババキン処理に向かうよ。ババキンでタゲ取り、水でサイドカット、ウォールブレイカーで壁開けね。この距離なら一層開けでも処理できるはずだよ。中に入ったわ、面白くないわね。事故ってほしいの？うまくやってほしいの？私は好きにすればいいと思うわ。辛辣すぎない？とりあえずアイアンピストだね。相手のババキンが反応したわ。さあ、反省して今回は早めからホグの展開をしていこう。巨大爆弾には注意するのよ。わかってる。ちなみに、僕はホグライダーを一番苦手なユニットだと思っています。最近はタウンホール13の赤でもホグの練習を始めたんだけどね。どのユニットも、練習あるのみよね。でも、ホグも楽しいとは思ってきたよ。ボムタワーに当たるところで1枚目のヒールをかけたわ。ボムタワーの爆発は集団が飲み込まれがちよね。レイジの2枚は、クイヒーに使うけれど、今回はもうホグの方にかけた方がいいね。これもその時その時の判断が必要ね。あら、巨大爆弾が見えてすぐヒールを打てたわね。巨大爆弾も、すぐにヒールを打つことができれば何ら問題はないよ。今回は時間も余って全開ね。早めに回収ユニットを出すことが大事だね。ないさらよ。さあ、まとめに入ろうか。今日紹介した編成はクイヒーホグだったね。ポイントは、援軍とヒーロー処理よね。今回は防衛援軍は出てこなかったけれど、出てきた場合しっかりとクイヒーで処理しよう。両ヒーローが処理できたら、あとは簡単、ホグを出すだけよ。巨大爆弾やボムタワーなど、一度にやられそうな時に、ヒールの呪文を落とすようにしようね。クイヒー系戦術は練習しておきたいわね。それでは、ご視聴ありがとうございました。